はい、7月22日もうつくつく帽子が鳴いております。1号店と無駄に風にやられました。2号店とは健在です。半台を持ち込みました。野村工房で作った半台です。昼寝か宴会かキャンプかですね。この青空です。大鷲でしょうかね、飛んでます。2羽、3羽、3羽飛んでますね。4羽、下にもいますね。夏の雲、さあクワガタは来てるでしょうか。クワガタは来てるでしょうか。来てませんね、来てませんね、残念ながら。いそうな気配だったんですけどね。うん、ちょっといそってみましょうか。ムカデが落ちてきたりしてね。見る限りいそうにないな。さあ外れです。すごい、こんな大空です。インサマーっていう感じですね。アパートの住人たちはどうでしょうか。アパートの住人たちは変化がないですね。で、出入りしている様子もないですね。ここら辺りの石はみんなこの石です。一つ割ってみましょう。一つ割ってみましょう。こういう感じですね。何の変哲もない石ですね。光ってますので、ガラス質石英の部分が
多いのかな。とにかくここの石はみんなこの石ですね。どれを割ってもこういう石です。火山活動の名残でしょうかね。水源です。手で回るようになりました。これも水が出てね、レッツゴー。夏が終わった後の海は好きですか。夏が終わった後の海は好きですか。風のある街に生まれ、風のない街で生きる。足跡を数えても昨日には届かない。人は誰でもいくつかの別れ抱えきれない。夏が終わった後の海は好きですか。歌のある街に生まれ、歌のない街で生きる。空が目にしみるのはその青さのせいじゃない。人は誰でもいくつかの別れ抱えきれない思い出。
マイケル・ジャクソン、